バイク用にこう開発されたやつですね。溶岩プレート。プレート。63号を受け付で行って、蔵元の方で待っててもらって、その先の信号を左折でぐるっと回ってもらって、止まれを左折、また63号出ますんで、そうしましたらそのまま行ってもらうで、ダムが見えたらもう少し左折で、ほぼ信号ないんで、そんなに離れることはないと思いますんでね。キャンプ第2回目でしたっけ？何年ぶりでしたっけ？1年ぶり1年ぶりのキャンプ楽しんでいきましょう。ワンポールですね、はい、隙間風仕様です。あ、そうっすか。でも立てるのも楽でいいですよね。ワンポールお着なんで、うん、僕も持ってる。簡単仕様で、ああ、これ小さくていいですね。そうですね、うん、コットもこれでギリギリ入ります。ああ、本当、ワンポールテントかっこいいです。はい、こちらはご夫婦で、もう慣れたもんですね。テントの設置すごい早いですね。あっという間に立ちました。もうよくキャンプはされてます？キャンプはそうだ、今年はほとんどやってないけど。ああ、そうだよね、うん、慣れてらっしゃると手際がいいですな。行きましたよ。二人なら余裕ですね。大きなテント。こちらはワンタッチテントですか、これ。もう15秒ぐらいで立っちゃうっていう。そうでもないか。折りたたみ傘をこう立ち上げるみたいに立てられるんですよね。そうですね、うん、なかなかでも前室も広くていいですね、バイク入るんですよ、あ、本当。タープ出せば、あ、バイク用にこう開発されたやつですね、はい、なかなか広いワンタッチテント良さげです。はい、初キャンプの人を発見しました、はい、はい、なかなか手こずっておりますね。失礼します。新品テントで手こずっております。先輩教えてあげなきゃダメじゃないですか。先輩、ね、タープは初なんですよ。あ、本当。どうもこちら初心者コーナーのような感じでございますが、突っ張ってやってますけど実は素人ですみたいな。そう、そうそうそう。でも去年のキャンプでもあれじゃないですか、いらっしゃったじゃないですか。そうなんですよ、はい、去年はですね、面倒くさくてこれを設置しなかったんですね。そうなの。今年はちょっと頑張って立てないと。頑張る二人組、頑張る二人です、はい。本当に困ったら言ってください、はい、頑張りましょう。はい、こちらはもうベテランで、もうすっかり立ち上がって飲みに入っております。もう飲んでます。早いな、もうみんなまだみんなまだ一生懸命テント立ててますよ。一生懸命立ててるところ見て飲んでるのが最高。食材何買うんですか？食材もう持ってきたの？もう持ってきた。要するにじゃあ酒買うだけだな。酒買うだけです。飲みそうだもんね。なくなっちゃっても知らないからね。標高も高くてですね、しっかり秋な感じのキャンプ場です。慣れるとキャンプって秋の方が気持ちがいいんですよね。虫もいないし。
上手にできました。だんだん慣れてきた。だんだん慣れてきたね。お、お、ちゃんとあれじゃない。ちゃんと立ってるじゃん。心なしかこうハンマーの使い方もいい感じになってきましたね。娘さんでしょ、親子でタンデムしてきたんですよね。そうなんです。かっこいいな。トライクで。トライクで。はい。すごいお菓子がバレた。あ、お菓子。あ、本当だ。お菓子がさっきも取られてる。おお、すごい、お菓子がもうトランクからはみ出ております。さすが。お菓子。はい。ここはキャンプ慣れしてるというか。ちょっと料理が豪勢でびっくりしちゃってるんですけど、ちょっと取ってください。はい、これが何、豚汁？それはもつ煮。あ、もつ煮だ。もつ煮をね持ってきてるし、炊飯器でご飯炊いてるっていう、炊飯器でご飯炊いてるっていうね、すごい、普通じゃありえない感じになってます。はい。それはそんで焼肉、はいはいはい、溶岩プレート、プレート、うん、これその、まあ、その辺で売ってますよ。はい、これでやっぱりうまいんだね。うまいです。うまい。これ今何を焼いてるの今？これカルビ、カルビ、上カルビ、上カルビ、上カルビ、カルビさんも。はい、じゃあちょっと美味しい顔っていうの。あ、美味しい。じゃあ食レポ、食レポ、はい、よろしく。はい。雨だけど、よろしくお願いします。溶岩カルビで焼いた、溶岩カルビじゃねえ、溶岩プレートで炊いた溶岩カルビ、溶岩カルビ、はい、溶岩カルビだよ。緊張するわ。柔らけ、柔らけ、うん、まー、うん、め、肉汁あふれる、ジュー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 言ってます、口の中で。あ、そうですか。めっちゃうめっす。ごちそうさまっす。はい、一番奥のですね、一番奥の奥にですね、もうお二人いらっしゃるんですね。ここがこうかなりまったりと楽しんでる感じですけど、はい、こんばんは。お友達なんですか、はい、二人。キャンプはいつもやってんの？そうですね。キャンプ歴は長い感じですか？でもそんなでもない。3年ぐらい。ああ、そうですね。3年ぐらい。去年の、花園さんのキャンプはいらっしゃいました？行けなかったんですよね。ちょうど他のキャンプと重なっちゃって。あ、その、うん、違うキャンプに行ってたの、はい、あ、じゃあ今年はじゃあこっち来ようということで。そうですね。へえ、焚き火があったかそうでいいですね。煙くない？煙です。秋のキャンプはね、でも焚き火がいいんですよね。そうですね、暖かいですね。はい、楽しんでください。はい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。どうも、楽しんでます？楽しいです。こちらは親子ってことなのかな？そうです。はい、ですよね。ちょっとお食事にあやかってます。あ、本当？あ、誰かと思ったら雨宮さんじゃない？そう。で、箸つける前これガチャってちょっとやって。あ、はいはい、了解。これは何、今何作ってんの？鍋。鍋、何鍋？これでさ、 CM でやってプチッとさ、鍋でさ、キャベツと豚肉ですけど、あれ CM なれ、ちょっと予行練習してきたね。あ、豚肉とキャベツでね。そう。へえ、美味しそうなものができそうでいいじゃないですか。食べます？もうね、結構いろんなところでね、お呼ばれしてね、お腹がいっぱいなんですよ。そうなんですか。そうそう、混ぜて、はい、で肉と一緒に食べて、肉はもう火通ってるから。あ、了解です。もううまそう。はいはいはい、あ、これがね、結構いい感じですぐできるんだね、うん、そう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 、キャベツはちょっとシャキッとした方が美味しいから、うん、後で。あ、なるほど。肉は先に入れといて、うん、火怖いからよく火通さないと、うんうん、いいですね。カメラ目線でお願いします。どう、美味しい？とても美味しいです。とても美味しい。違う、口の中がほしきもげろって言ってくれないと。恥ずかしい。お母さん。娘さん困ってますよ。でも美味しそうです。美味しいです。はい、ありがとうございました。
はい、もう一盛り上がりしてるグループ、はい、焚き火を囲んでもう相当飲んでます、相当飲んでます、なんかブシャッて言っちゃう今年は何ちゃんと料理作るんでしょ、今まだ今はまだ今年も作らずに帰っちゃうかもしれない、半分で安倍さんのだけっすよ去年はいっぱいね食材持ってきてみんなうちに持って帰ったんですけど、もう夜はただの酔っ払いだった、ね、今年もそうなるんじゃないでしょうか今年そうなっちゃうと今度持ってこなくなっちゃうんだ、本当ですよ、もう持ってくんなって言われてでも焚き火があったかそうでいいですね、いや、あったかいよ本当に、うんうん、いやいい秋の、ね、キャンプは焚き火が最高です